始まりました、スマブラハウス。はい、MC を務めさせていただきますジャパニーズ小池です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回もですね、もう素敵なお友達ではありません、家族に来ていただきました。ご紹介お願いします。家族ではないんですけど、準レギュラーの上目です。よろしくお願いします。はい、上目さんよろしくお願いします。もう何回目ですか？わかんないです。もうわかんないですね。見飽きたんじゃないですか？もう。そうですね。見飽きたっていうか見慣れた。毎晩ヒカル君と僕と上目でエイペックスもしてますから。そうですね。もういいですよね。家族なのかな、もう。いやですね。なんか呼ぶのも今日もなんかもう亀さん呼ぶみたいな。いやじゃそんなんじゃなかったよ。ごめんな亀。あいつがそう言ってる。また先輩ですかこいつ、いつも通りの。いつも通り。あの気にしてんねんから。シュンってなるんだよ。はい、ということでじゃあレギュラーの紹介です。はい、じゃあエイトリンク所属のヒカルです。よろしくお願いします。はい、ヒカル君よろしくお願いいたします。そしてはい、ピヨネネです。よろしくお願いします。はい、ネネさんよろしくお願いいたします。さあ、今回ですね、カメメさんにお越しいただきまして、今回はですね、まあお二人、まあ、つい先日ありました前スマで、まあ、大阪まで行って、前スマタッグ、まあ、チーム戦ですよね。チーム戦見事優勝おめでとうございます。強いわ。強いのよ。カメメが。見てた。全部カメメも。コメント欄見てもカメメ。そう、コメント欄はカメメしかいなかった。どちらがケツワープさんですか。あ、向こう、僕がケツワープ。全然覚えれない名前じゃん。彼がケツワープで僕パンチです。そうだよね。そうです。あれどういう意味だったの？あれはまあ某配信者が好きでお互いに。はい。なんつったらいいんだろう、そこのネタコメなのかな、まあなんかあの定型文みたいなよくある、あ、そうそう、定型文みたいなものを2人で使おうかっつって使った感じです。そうなんだ、それだけです。ふざけてんなと思って俺も言ってたけどね。ふざけてたな。ふざけてはない、ふざけてはない。まあでも楽しかったですよ。もちろん決勝もね、ルイージは1回、そうね、まあ配信は1回、予選はちょくちょく出してたぐらいで、言うても1回だけか出したんですよ。いやでも結構出してる。そうかな。でシークドンキですね。シークドンキとポケットレ。あ、そうか、ポケトレもあったわ。そう、ポケポケは配信1回も映ってないですけどね。そう。あ、そうなんだ。1回も映ってないです。予選でまあ使うかもしれないから動かしとこうかぐらいで2人で動かしてて。ただ今回ですね、まあねねさんのたっての希望もありまして、ちょっとチーム戦を教えていただきたいなと。教えてほしいわ俺も。なるほど。そうでしょ絶対。興味なさそうな顔してない。教えてほしいって言ってもさ、その俺はこういうこと教えてほしいなってあるけど、まあねねさん側からも多分なんかちょろっとあると思うんですよ。なのでまあそういうなんかざっくりしすぎてるじゃん、チーム戦教えてくださいだけだと。まあそうですね、マジで深すぎるんでチームが。なるほどなるほど。そうなんですよね、ざっくりすぎてるんで、なんか絞ってくれると。そうですね、回答はしやすいですね。はい。で、僕も何個か質問あるので、ちょっとそちらを解説していただきたいなと思います。お二人よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今このような画面になっているんですけれども、まあチーム戦を想定したまあトレもですねになっております。でですね、まずそもそもなんですけれども、チーム戦ですよね。はいはいはい、はい、っていうものをちょっと説明していただきたいなと。まあチーム戦なんですけど、まあ基本的に大会ルールは、まあ例えばこの赤パルテナが仲間だとしたら、はい、赤パルテナにダメージがだからチームアタックがありになってるんで、基本的に。はいはいはい、まあ、なんで味方に攻撃はしないように基本はやります。うん、そうですよね。まあもちろんそれはそうなんですよ。はいはい、であとチームって言ったらやっぱ連携っていうのが魅力があって、連携とは何ぞやって話なんですけど、例えばなんですけど、この投げに対してこの飛んだ先に技を当てたりとか、まあこういうのが連携っていうんですけど、まあチーム戦は基本的に連携をしてダメージを取って連携で撃墜したりっていうのがチーム戦の魅力だとは思います。あとは味方がきつくなってるところをカバーしに行ったりとか、もう片方がっていうのがまあその怠慢ではできないことなんで、お互いを助け合ってお互いで撃墜し合ってっていうのが魅力だとは思うんですけど、僕一つだけ言っていいですか。その連携が魅力って言ったんですけど、連携ばっかり重視してると絶対勝てないんですよチームって、正直。あ、そういうもんなんですね。っていうのはその連携ばっかり意識してると自分の状況が悪くなる一方の場面っていうのがあって、例えばなんですけどこの青とシークが味方だとするじゃないですか、はい、で、はい、白パルテナに対して、うん、こうやって連携をしに行こうとします、はいはい、そしたら向こうってフリーじゃないですか、赤の方って。確かにそうですね。だからこいつが助けに来られる場面もあるし、なんなら青 とシークって、まあ、味方じゃないですか、はい、でラインが、まあ、全くないんですよね、ステージの。なるほど、ね。でこういう状況も理解しつつ連携をしないとチーム戦っていうのはかなり苦しくなるんですよ。これって赤パルテナがカットしに来たらお互い崖外の展開がずっと続いたりとかもありえるんで、だからそういうのを理解しつつ連携もしなきゃいけないっていうのがすごい難しいところなんですよ。なるほどね。 そこが本当に深いところで、なんかある程度までは連携だけで勝ってたりするんですよね、はいはい、連携はやっぱ火力も高いし撃墜力も高くなるんで、ある程度は勝てるんですけど、やっぱり最終的にはそういう状況判断だとかまあここは連携するしないだとか、はい、そういうのがすごい大切になってくるんですよね。なるほど。っていうのがチームのすごい難しいところですね。いや難しいですよね。でも超むずい、超むずいです。もう脳死で連携ばっかしてると本当に痛い目見たりとかもするんで、なるほど、ね、あとはもう状況によっては相方を捨てるとかもしなきゃいけないんですよ。やっぱり自分がここで助けに行ったら一生不利状況続くってなったら、相方を捨ててでも自分が場を整理して相方が戻ってきた時に有利展開取るとか、そういうのもあったりしてすごい難しいですよね。すごいな、もうすごい奥が深いんですね。そうですね。いやこんな見えるの難しいっす。確かにそうなんですよ。むずいんですよ本当にやってなきゃできないです。まあそうですよね、本当にこう1対1がずっと強いからってパッといってパッと勝てるようなものではないよと。ものでもないですね。そうですよね。でちょっと僕から質問があるんですけども、よろしいですか？大丈夫です。マイスマタッグ、を見ていてすごく思ったのが、ヒカルくんがドンキを使っていてカメメがシークを使ってる時にヒカルくんがこう端に追いやられちゃってラインなくてとか崖外の展開で、こっちに帰ってきたいっていう状態の時にやっぱり相手はね、ずっとドンキーを狙う、着地とかを狙うっていうのを2人でしてるのを、カメメ君がずっとこうそれを整理してるっていう状態、さっきの言葉を借りるなら、で1対1の1対2の状態でずっとこう場を制圧してヒカル君が戻ってきてっていう展開が多かったと思うんですけど、そのカメメ側はどこを見てるのかっていう、チームをやる上でその味方を見てるのか、敵1人を見てるのか、敵2人を見てるのかっていうのが気になるんですけど、まあ大雑把に言っちゃうと全部は見てるんですよね、まず場っていうのは。で、まあ、見方とかの解説になっちゃうんですけど、先に、はいはい、まず例えばなんですけど、はい、まあ赤パルテナが敵だとします、はい、でこのシークっていうキャラってナタが入ったらもう絶対にコンボが確定するじゃないですか、はいはい、でコンボ確定するのなんてもう赤パルテナを見てなくても分かるじゃないですか。だから赤パルテナを殴ってる間にこうやってコンボしながらこっちを見るみたいな、その白と青の状況を見る、はい、なるほどね。で赤パルテナはもう画面端にいるんで、とりあえず画面端に出してこの状態の時にこうやって助けに行ったりとか、きつくなってんなら、で相方がタイマン勝ってるならこっちをキープし続けてあげる、うんっていうのが大事なんで、で、はい、その相方が例えば対戦してる状況で掴みましたってなったら、はい、こいつが外出てるならこうやって連携しに行ってあげたりとか、俺がこいつを掴んでたり、そうそう掴んでたりしたらそれを見て判断してじゃあ連携してパスするからそっちもそっちでやってねってなって、そしたら赤パルテナが助けに来るんで、それをこっちがまた抑えてあげるみたい なそういう全体的に見て状況を判断してる感じですね。そういうことなのか。よく戦ってるふりとかしてるよね。そう、まあ、シークっていうキャラが、まあ、技の発生早いかつ反撃取られづらいんで、こうやって振りつつ歩きガードとかしてガードをして相手に技を振らして、そのガードをしてる状況で、まあ、反撃確定と思ったらもうその時に相方を見る。なるほど。そうでここはコンボした方がいいのかなって、外出してじゃあこうやって助けに行こうとか、はいはいはい、なんかある程度はもう自分は見ないですね基本的に。自分は見ずに相手と相方とそのもう片方の相手みたいなのを意識してはやってます基本的に。でもちろんですけど、火力を取るためのコンボよりそんなに使わない投げとかも出てくるんじゃないの？なんかこう助けに行かなきゃいけない時に火力を取る、別に投げをしなくてもいいとか、前投げじゃなくて下投げにして、それこそこれですね。こうやってやって例えばなんですけど、赤パルテナと相手してます。で普通シークって前投げから火力取るんですけど、それこそこうやって外出してこうやって助けに行ったりとか、そういうのは大事ですね。だからやっぱ状況が悪く、なんだろう、火力取れるよりは状況悪くなる方が絶対に後々きつくなるんで、絶対状況いい方を選ぶのが最善です。ロボットが下投げして埋めて、上様が上かみたいなしてるのも強いけど、相方やばいなら前投げ外出して、相方やられてるなら助けに行った方が100倍いいってこと。へえ、なるほどね。だから投げコンは本当に あるならやった方がいいけど、それも状況次第って感じです。まあ本当にあっちもこう相方の方もすごく有利な展開になってて、でこっちも1対1でちょっかいもかけられないなみたいな時には別に火力を取る本をしてもいい、もちろんもちろんもちろんの方がいい。ドンキーが後ろ投げするレベルで、あ、そうです、ドンキーも後ろ投げします。そう、やばいと思って相方やられてるしばかれてる、崖一生掴んでると思ったらもう後ろ投げして相方助けに行く時もあるし、相方がなんかあ崖でしょってるなと思ったらいつもみたいにコンボしてもいいしっていうのを掴んだ時とかに見れてるとベストって感じなのかな。むずいよね、まあ、むずいっすよ、本当にめちゃくちゃむずいっす。1対1でヒーヒー言ってるのにさ、いやいや、まあまあそうだよね本当にね。だから相方が例えば勝ってるなら、その掴んだ時に相方に投げた方がいいのかとか、走ってこれ間に合いそうやなみたいな、見てそうやなと思ったら相方に投げたりした方が、1人で前投げ長魚するより、シンカー後ろ投げパルテナが空5、シンカー空5パルテナが空5とかした方が火力も高いから、一概に例えばいつもの最大コンボが最大じゃない時もあったりするよねっていうのもあって、すごく難しそうだなとは思いました。で、あれなんですよ、その連携重視だけしてると、例えば青パルテナが今掴みますパルテナを、白パルテナを、でこっちがまあ有利な状況じゃない時にこっちに投げてくるじゃないですか、はい、そしたら敵が2人になっちゃうんですよね。確かにそうだそうだ。そうで連携できないと2人に挟まれるっていう状況にもなりますし、この赤パルテナに仮にシークが空 N されてたら火力も取られちゃう、向こうのパルテナが来ちゃったら、っていうのもあるから、そこがすごい難しくて、相方を見るっていうのはすごい大事なんですよね、その場面で。この後ろ投げでも、こっち飛ばしてくれてありがとうの時と、お前こっち飛ばしてくんなよの時が、なるほどね、あるから、そこが本当に難しいし、やっちゃった時にごめんってなるから。あー、なるほどね。本当ごめんってなっちゃうから、すごいな、本当難しいですよ。これってどうやったら強化されていくものですか？その視野の広さだったり、同じ人とずっとやっていくのか、それともいろんな人とやっていろんなパターンを経験するのがいいのか、チームがうまくなるなんかこうコツというか。僕は後者でした。どっちかっていうといろんな人とやって、いろんな人とやりました、本当に。それこそなんか前者パターン、僕は。ああ、なるほど。結構人それぞれだとは思うんですけど、僕は単純にやっぱ友達がいなかった友達がいなかったんで、毎日エペックスしてるもんな。いや、今作じゃないですよ、もう僕X の時からやってたんですよ、チーム。あ、なんか言ってましたよね。そう、ずっと10年間ぐらいずっとチームしてた、本当に。はいはいはい。そうで、昔なんかチームやってたんですけど、バキバキに怒られて1回バチクソに怒られて、俺やばいな、これチームうまくなろうって思って、本当誰とでもやってました。へえ。なんならドラチームに1人で突っ込んで、一人で練習しようと思ってやってたぐらい。ソロですって。そう、ソロです、お願い、ソロですけどいいですかみたいな感じで一人で行ってたぐらいにはやってました。あ、そうなんだね。で、やっぱりこの人はこういう動きするんだな、じゃあこうした方がいいのかなっていうのを考えてって、まあ、そこで分かったら違うパターンも覚えればいいだけなんで、そうやってやってって自分は基本誰とでも合わせられるようにはします。そういうことか。だからこう、自分の味方すらも何してくるかわからない状況の時に、やっぱ周りを見なきゃいけないっていう能力を鍛えたっていう。そうですね。なるほど。で、ねねさんが今チームやってるんですよ、ちょろっと。で、いつもチームのなんか撮りたいって、動画スマブラハウスで撮りたいって言ってたんで、なんかねねさんから何かありますか？聞きたいこと。なんかたくさんあったらたくさんでも全然いいんですけど。なんか、そのチームでなんか相性のいいキャラとか、そうじゃないキャラとかいるじゃないですか。なんかそういうのってどこで見極めるんですか？確かに、どこで見極めるか。例えばロボットだったら、なんか後ろ投げとかしちゃうと、めっちゃ上に飛んじゃうから、なんか上島とか合わせられないみたいなんとかあるし、でもなんか剣キャラとかだったらあんま飛ばないから合わせやすいし。はいはいはい。まあでも上に飛んじゃうなら、まあ、相性がいい悪いかで説明すると、上に飛んじゃうなら空中技で撃墜できるキャラが一応相性いいっていう扱いにはなりますよね、だったら。ただ、まあ、投げで撃墜は狙えるなら狙えるぐらいでいいと思ってるんで、それこそだったらロボットだったら下強が強いんで、その状況有利の時に下強で挟んであげて相方がスマッシュするとかでもいいしとかで、でも別になんか工夫はすれば多分ロボットなら誰とでも組めるとは思います。なるほど。それこそさっき言ったみたいに1対1で火力ってか挟んで火力飛んなくても状況有利作って、そう後ろ投げが高く飛んじゃうなら相手の遠くに飛んじゃうってことだから。後ろ投げで外出して、そうもう片方を投げた方をコンボするんじゃなくて、もう一人残った方を2人で挟んであげたら2対1状況を作ってるから楽だよねみたいな見方でいいんじゃないかな。そうなんか投げから連携ができないから弱いっていう考えではないと思う多分。それが連携言ってるからって。そう多分そういう感じな。そうそれこそドンキーとかそうだしね、投げてもなんもないし。そう。そこが難しいところだし、チームの醍醐味が連携だからこそそういうのを気にしちゃう部分でもあるんだろうけど、そうでも勝ちたいなら多分違うと思うって感じですね。へえ、これは意外。まあ難しいです本当に。なんか後ろに味方がいるから後ろ投げしてスマッシュ当てて撃墜、なんか 40% ぐらいで撃墜しましたみたいなのがなんかすごいかっこいい。そうもう本当その通りです。チームって本当それが見栄えがいいんですよ。けど早いし。そう。俺地味なんですよ。そんなことないよ。いや俺地味なんですよマジで。前スマの時のコメント欄もすごかったよやっぱり。いやマジすげえなみたいな。分かってもらえてたら嬉しいんですけどね。あれができるならもうあれでいいってことです。そう。だからその連携で勝っているならそれでもいいし、結局連携カットしまくって二次上多分俺が端っこでずっとボコられてるけど。亀さんが片方買ってもう片方処理しながらドンキーと飼育で2次状況を作ったから多分優勝できたから、そうだからあれで勝てるなら多分別に同じことは他のキャラでも、まあ飼育がやりやすいのもあるけど別に他のキャラでもああいう状況は作れるんじゃないかな。ねねさんはロボットなんですけど、チームでもずっとロボットだもんねちゃんとね。ロボットってどんなキャラクターでもいけるものなんですか？まあ多分いけるんですけど、やっぱチームってやっぱ怠慢よりわちゃわちゃしがちで、ロボットがやっぱ密着状況を作られすぎた時が、浮いた時とかがすごい苦しいとは思うんですよね。そこが難しいところで、だから相方もそれを助けられるようなキャラの方が絶対いいと思います。まるで飼育とかジョーカーとか。だからそれこそガモンとか無理ですよ。ガモンとロボットで一緒に組んだら2人とも崖掴んでたらそう何もできない。崖掴んだり一生浮いてる可能性があるんで、ドンキーとロボットが組んでも2人とも崖掴んでるからどうしよう。だからそこはなんかある程度速くて威力が例えば少ないみたいな、そういうキャラとかすばしっこいキャラとかが助けてあげられるようになれればいいのかなみたいな。ちなみにねねさんは今どんなキャラクターと組んでるんですか？いやでもそれこそなんかドンキーとかはまずいんじゃない今の話を聞いてる限り。まあパワーはあるんで。確かにね、パワーはあるんですけど一発勝ちパーティー苦しいよ苦しいよ。ただやっぱ最終的には厳しくなってくるって感じだとは。なんか私のその戦法的にドンキーにこう運ばせて、でドンキーがやられてるってなったらこっちがビームとかでめっちゃ助ける。だからずっと後ろにいる感じなんですよ。なるほど。それはありなんですかね？ありなんですけど、だったら別キャラでいいってなっちゃう気もするんですよねその戦法だったら。多分ロボットってやっぱ近距離で結構浮かしたりするのが強いと思うんで、ロボがわちゃわちゃする方が。そう、ロボがわちゃわちゃした方が。前に行った方がいいってことですか？まあ前に行くというよりはお互い結構そんな引くよりかは攻めちゃった方がいい。ちゃんと攻めてぐちゃぐちゃにさせた方が。そう、その組み合わせなら絶対ぐちゃぐちゃにさせた方が向こう側は嫌なはず。まあ一発でかいから、それこそなんか片方のドンキー見てるのにいきなりロボが空砲とかしてきても分かんないし、ね。そう。ねねさんは、その今言ってたカメメが言ってたみたいな、例えば飼育とかこう早くてこう場を整理しやすいキャラクターみたいなのと一緒にやったことはある？ジョーカーとは組んだことあります。ああ、なるほど。ジョーカーはそうですね。そうか。そこはジョーカー飼育って言ってたもんね。そうですね。やってみたらいいんじゃない亀さんと。ねえ、俺も今それを思ってて俺が飼育使ってねねさんのロボットを使った状態で、まあこういうことだよっていう、こんだけロボットがきつい時にやられてる時に速いキャラクターだったらこういうのができるよっていうのを。なるほど。やってみてリプレイとか見てもいいんじゃない？あ、はい、なるほどね。多分やってる時はこうって言ってももうみんな必死で分かんないから、やった後にここは例えばこの時だからチームやりたいよっていう人はまあどっちかにはなるわけじゃん大体。まあそう、パワーよりかスピードよりか。どうなんだろうな。なんで？マジ俺と同じ考えの人見たことないですよ実は。無理。本当にいなくてできないもん。そんなの。本当にいないんですよ。だからいや、ただこれから目指す、あ、でもこういう考えなら結果残せるんだで、うん、うん、チームこうやってやってみたいって思う人は絶対増えると思うんで、はいはいはい、まあ、いいんじゃない、まあまあまあ、うん、いいと思うんですけど、確かにね、今まで長いことやってきて抜かれるとかはないですよ。あ、でもちろんその長い歴史の中で俺と同じ考えのやつ一人もいないからこれ言っても意味あるんかなっていう、まあまあまあ、そのあれはあるよね。そうっすね。ただこれを見て、あ、チームってそういう考えなら結果残せるんだってなると思うんですよ。まあ実際結果残してるし、ね。そうですね。あと海外とか海外勢とかは基本多分亀目より俺ほどじゃないんですけど、なんかガツガツタイマン勝ちつつタイマンで勝ってるなら連携しようみたいな感じなんで、結構似てるっちゃ似てるんですよね。でそれがちゃんと優勝してるんですよ海外って。はいはい。だからやっぱ最終的に俺がそれを見た結果それの方がいいなって思ったんで。まあ一部組み合わせは違うんですけど、なんか前作でめちゃくちゃ強かった某ルカリオ使いと某リュカ使いがいるんですけど、そこは本当に連携だけで勝ってたんですけど、けどやっぱ基本はやっぱその押せまではいかないですけど、タイマン勝ちつつ状況有利で連携するのが強いと思ってます。ちゃんと勝ってるし。ねねさんどう？ちょっとカメメの飼育と、まあ本当に日本で一番タッグがうまい人間の飼育とちょっとやってもいい？まあ、やってくれるってよかったです。よかった、断れるかと思ったよ。じゃあぜひちょっとカメメさん、その飼育というか、まあその極意をぜひちょっと教えていただきたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。